皆さんこんにちは、エルザです。今回は上位勢に聞いた各ルールの極意矢倉編について解説をしていきたいと思います。こちらの動画は以前ライブ配信で行った肥満のチャンネルさんとの会話から内容をまとめたものとなります。要点をまとめた内容にしておりますので、その他の話も聞きたいという方は過去のライブ配信をご覧いただければと思います。それでは最初はいつも通り普通にプレイした動画を流しますので、解説が気になる人は概要欄から飛んでいってください。それではスタートです。はい、ガチヤグラやっていきましょう。さて今回はボールドローラーバケツがちょっと短いね。短いからちょっと押し込んで勝ちたい。まあ相手弓だし、弓対面も勝ちたいね。いやもうどうだろうな、最初の勢いでなんか押し込みたい気持ちもあるけどね。お、乗ってる。ナイス。ちょっと触ってね。引いたね。ここ置いといて。あ、ナイス味方。俺なんもしてね。とりあえずメガホンで邪魔して。めっちゃ。めっちゃ乗ってるね、味方ね。これ後ろ気づくかな。これジャンプしていいね。ナイスナイス。あれ、これはまさか、まさか乗るだけの簡単なお仕事。ああ終わっちゃったね。まあまあでもそうだね、結構あっさりいっちゃったな。まあ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 、ナイスナイス。ということでね、今回試合かなりあっさりめですが、まあ何もせずとも勝ったんでね、たまにはこういうのも載せておきましょう。ということで解説いきたいと思います。それでは本題入っていきたいと思います。今回のテーマは上位勢に聞いた各ルールの極意、矢倉編ということで、矢倉についてまとめていきたいと思います。まず、今回極意として挙げられたのはこの3つです。常に矢倉に乗る。打開を弓特有の一方的な射線を通す、攻めのデスを恐れないの3つでしたね。それでは1つずつ見ていきましょう。まず1つ目に関してなんですが、弓使いはぜひ矢倉に乗ってほしいとのことでした。矢倉上から攻撃が有効だし、チームとして強いからだそうです。まあトラスト自体のことを考えればいいんですが、射程があるので矢倉の上からの攻撃が他の武器よりも有利に働きかけるっていうのがありますね。しかも味方は安心して前に出れるようになります。短射程が矢倉に乗るということもありますが、敵に攻撃が届かないのでトラストの射程を生かした方がチームとしては有利になるっていうのがあるみたいですね。ここで大事だったのはチームとして誰が乗ることが有利なのかということを考えようという話でした。また乗るタイミングについても聞きましたが、人数有利が1人でも取れたらひたすら乗るっていう回答でしたね。まあ、4対3はもちろんというとこですが、3対2など1人差でも徹底して乗るようです。カウントが進めれるなら乗るという判断のようでした。このあたり危険を感じて乗りづらいところですよね。まあ 4-2 とかだったらね、乗るって判断をするかなと思います。ですが矢倉が進む圧を考えると乗ることを優先した方がいいとのことでしたね。場合によっては2対2の時もスパジャンをして人数有利を作るということもするようです。まあ、これは捨てジャンとかも考慮してるようでしたね。飛んでしまえば3対2という人数優位を取れるからという判断らしいです。一瞬で面倒なシーンを作るのが目的らしいですね。これは敵視点で考えると分かりやすいということでした。確かに敵飛んできたらしんどかったですからね。まあ、ここまで聞くと結構な矢倉乗りの意識高めですよね。自分が思っていた倍以上意識は高かったなと思ってます。続いては一方的な射線を通すということですが、これは関門に留まった相手に対して決まったポジションから攻撃をするのが第一とのことでした。今回はナミローで説明を受けましたが、敵が侵入しづらく攻撃が届きにくい場所から防衛をしてましたよね。ここだと敵の攻撃はスペシャルか攻撃武器となるため一方的な状況を作れます。しかもスピナーだとメインを当てづらいっていうのがあります。こういった一方的に関門攻撃できるところを覚えるのが打開する上でのコツとなるようでした。確かにナミローは段差を一つ降りるだけで敵の攻撃を受けてしまうので、攻撃する上では大きな差となりますよね。また打開のメガホンに関しては味方に合わせるのが大事らしいんですが、
関門が止まった時に使うのも有効とのことでした。味方に合わせる場合に関してはタイミングがとても難しいので、まずは関門に止まるタイミングを意識するといいのかなと思いますね。まあそれまでにできるだけメインで当てるというのが大事みたいです。続いて3つ目ですね。これに関してですが、1つ目の極意と被る部分があるということでした。攻めのデスというのはルールを進める上で前に出ていく積極性の部分ということです。まあ、1つ目で話した2対2の話もありましたね。でスパチャンをすると説明しましたが、この時に迷わず人数有利の壁に飛べるかが重要なようです。このジャンプによって一時的でも人数有利を作ってチャンスに繋げられるかという判断をするというわけですね。しかもデスをした後だと攻撃はやることが限られているので、攻め切れる時にデスを恐れないのは大事ということでした。仮にデスしたとしても敵陣までヤグラが進んでいれば、ヤグラが戻る間に後衛ポジに戻れるので、そこまで無駄ではないとの見解でしたね。だからここがあれなんですよね、ヤグラが敵陣進んでいるというのが大事かなと思います。ただこういう話を聞いてて思ったのは、結構メンタル強めというか攻め切る気持ちが大事だなと思いましたね。ここでも非常に大事かなと思います。はい、ということで今回のヤグラの極意は以上となります。ヤグラに関してはルール関与の徹底と攻めの意識高めというところでした。特にヤグラでは人数有利を徹底しているようでしたので、イカランプの管理も必須なところだと思います。結構ね、イカランプっていう言葉がここの話では出てましたからね。で結構メンタルな部分もありますので、防衛ポジションからの一方的な攻撃を意識するというのと同時にメンタルも強めていくということは大事かと思います。その他にも細かい話っていうのを聞きたい方は概要欄に元動画がありますので、ぜひ見に行ってください。はい、じゃあ本編の方もね、やっていきましょうか。って言っても残り10秒なんですけど、まあうまいこと逆転できたよね。この試合やっぱ乗り続けるというか乗り意識めっちゃ上げてたんで、それが反映されてよかったなと。無事勝った。いやーこの試合はね、なかなか危なかった。ローラーさんの活躍もあったからね。ということでご視聴ありがとうございました。まだまだスプラン動画やその他のゲームを随時投稿していきますので、応援してくれる方はチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。